まだまだ大雨で大変な思いをされている方も多い中個人的なことにお時間をいただき申し訳ございませんえ、今日のゴジラスをもってキャスターを卒業し山形を離れることになりましたえ、どこに取材にお邪魔しても友人のように家族のようにそして娘のように迎えてくれるそんな素敵な温かい山形に魅了されて8年が経ちました いただいた一風の中ではありがとうの思いを詰め込みきれないのでえこれだけは言わせてください実は私食いしん坊なんです山形の美味しいご飯がまたきっとすぐに恋しくなります旅に帰ってきますですのできっとまたどこかでお会いしましょう食べに来てくださいねはい、はい、頑張ってください